二人の秘密、林真理子、朗読、花子です。スポーツクラブの中に会員だけが使えるバーがある。バブルの絶頂期に作られたこのクラブは、入会金が週刊誌の記事になるほど高かったが、その代わり、すべての施設がゆったりと豪華に作られていた。 バーもツボ数の割にはテーブルの数が少なく、商談にも使えるよう小さな個室が二つある。ゆっくりと落ち着いて話ができるところという相手の要求であったから、マヤ・ツネオは右側の部屋を予約しておいた。約束の時間ぴったりに店に入ると顔見知りの黒服が、 お連れ様はもうお月でございます。と、ツネおに声をかけた。その表情に、かすかな非難と驚きが込められていることに、ツネおは気づく。彼はゴルフ以外のスポーツはあまりやらなかったから、ジムの方にはめったに足を運ばない。バーの利用がもっぱらであった。この店は、 隠れ家的なくつろいだ雰囲気が気に入って月に何度か飲みに来る。医者仲間やゴルフを共にする友人が多い。が、彼らと待ち合わせをした際に、このような咎められるような視線にあったことがない。相手の男は、よっぽどひどい男なのだろう。いっそのこと、このまま引き返すことができたらと常雄は思った。 病院を経営する立場上、今まで何回も、ゆすり、脅しの類を経験してきた。つい先日も、妙な名前の出版社の名刺を持った男が、取材と称してやってきた。常尾の病院で起こった院内感染について記事にしたいというのだ。根も葉もないことであったので、こちらが上手に出て追い払ってやった。が、 もちろんこんなことばかりではない。事務局長に言いつけて、いくらかの金を握らせることもある。が、今日の相手は、いつもと勝手が違う。奥さんのことについて、ちょっとご相談したいことがあるんです。と相手の男は聞い出してきたのである。 相談というのはどういうことでしょうか医学博士にして病院長という威厳を保ちつつ、常尾は通ってみるが、相手はそうひるまなかった。電話ではちょっと言えません。お目にかかった時にはっきりと申し上げます。こんなセリフを何度か聞いたと常尾は思った。 たまたまチャンネルを変えたりしたときにドラマをやっていることがある。恋愛ドラマでも殺人が起こる刑事者でも、人妻の犯罪が暴かれる時の会話は大抵こんな感じだ。もしもし、奥さんのことでちょっとお知らせしたいことが。えそれはどういうことなんですか詳しくは言えませんよ。 あってお話ししましょう。自分はあのドラマの中の昇進で間抜けな亭主の役なのだなと常夫は思った。ドラマの中で、おかしなことを言うな警察を呼ぶぞなどと怒鳴る夫は一人もいない。みんな不詳不詳、約束の場所にやってくるのだ。それはなぜかというと、 身に覚えという屈辱的な事実があるからである。常夫もそうした夫の一人である。妻のユリ子の異変に気づいたのは、一体、いつ頃であったろうか。ある夜ベッドの中で、ユリ子はしくしくと泣き続けていたものだ。あなた、今月も、 生理が来なかったの。<laughs> どうやら私、上がったっていうことらしいわ。つ夫はその時、医者として様々な指示を与えたものだ。ゆり子の年齢からして、決して早すぎる更年期ではないということ。更年期というのは、女性であるならば、 誰でも体験しなければならない体の変化であって、これが重症になるか、軽くやり過ごせるかは本人の気持ち次第であると、常尾は何冊かの本を買ってやったりもした。最近は医者の立場から見ても、かなり良い更年期の本が出回っているのだ。でもね、私、 これでもう、女としてはおしまいなのね。そう考えると、本当に寂しくて、辛いわ。子供も産まないまま、私の人生は終わってしまうんだわ。こうした妻の言い方も、決して尋常とは言えなかった。普段のゆり子なら、こうしただらしない自己泥はしない。 ツネおに甘えるときも、どこか、凛とした爽やかさは持っていたものだ。バカなことを言うもんじゃないツネおは大声で叱った。それでユリコが変わるわけじゃないだろう君は相変わらず、綺麗で、とても魅力的だ。今後はそれを磨いていけばいいことじゃないか。 けれどもそんな自分の言葉が何の役に立ったろうかと常夫は思う。生まれも育ちも金にも美貌にも恵まれて育った百合子は人並み外れたプライドを持っている。それが傲慢という不襲を帯びなかったのは一えに本人の賢さゆえであったろう。けれども後年期という大きな転換を前にして ユリコは平常心を保てなかった。それを決定的にしたのは、ユリコの父親の死である。自分を溺愛してくれた父の死を、ユリコは一見冷静に受け止めていたようであった。葬儀での振る舞いも火の打ちどころがなかったが、実はあの日を境に、ユリコは少しずつ、 狂い出していったようなのである。そんな妻を自分は見守るだけだったではないかと常夫は思う。責めることをせず根気強く許し、見守ってやることが愛情だと自分に言い聞かせた。嫉妬の情で苦しむときは、妻もまた苦しんでいるのだと思った自分は、 なんという疑瞞者であったのだろうか。その結果が、今日会う男というわけだ。常夫は知らず知らずのうちに、妻を危険な輪の中に追い込んでいったらしい。個室のドアを開けた。ビールのグラスを持っている男が座っていた。流行というものであろうか、 アロハのようなシャツを着ていた。自由行の男だと、常尾はすぐに見当をつける。時々こういう男たちを見かけることがある。いい歳をして派手な若作りをしていたり、髭を蓄えている輩だ。が、その時ツネの胸の中に、安堵によく似た落ち着きが湧く。 もし相手の男が自分と同じようにスーツにネクタイという入れたちであったらどうであろう。まず激しい憎悪を感じたに違いない。けれども目の前にいる男は常男がいるところとは全く別の世界の住人だ。これは妻の狂いの何よりの証拠ではないか。ゆり子は普通の心を持って この男を愛したわけではないのだ。だから何も臆することはないのだと、常尾は自分に言い聞かせる。そもそもたかりに来た人間に、まともなものがいるはずがないではないか。はじめまして、坂田と言います。お先にやってますよ。そうだ、坂田という名前だと、 ツネおは記憶をたどる。妻の携帯電話に残っていた留守番電話、ホテルのルームサービスの伝票のサイン。ユリコは実に多くの痕跡を夫の前に残したものだが、この男が坂田というのか。マヤです。ツネおは椅子に腰を下ろした。気づくと、 窓際のこの席が神座ということになる。先に来てビールを飲んでいるものの、坂田はやや下手に出る腹積もりらしい。あるいは席順など全く気に留めぬタイプなのかもしれない。お電話をいただきましたが、一体どういうご要件なんでしょうかマヤは不快さが一番濃く見える表情を作ったが、 すぐにやめた。ウェイターが注文を取りに来たからだ。僕のボトルを持ってきてくれたまえ氷と水を用意してくれれば、あとはいい。その後、気まずい5分間が続いた。ウェイターが注文の品を持ってくるまで、話の本題に入れない。 このところ、急に暑くなりましたね。坂田が言った。どうやら彼は、沈黙に耐えられない気弱さの持ち主らしい。梅雨の前だっていうのに、この暑さはたまりませんね。そうですね。やっぱり、地球がおかしくなっているのは本当かもしれませんね。 どうして妻の浮気相手と天気の話をしなくてはならないのだろうかということになるが仕方ない。ウイスキーと氷はなかなか届かなかったのである。おまけに店の方針として最初の一杯はウェイターが作ってくれる。そちらにも、いや、僕にはビールをもう一杯。 おかげでもう少し天気の話を続けることになった。やっと坂田が切り出してきたのは、二杯目のビールを半分ほど飲んでからだ。正直に申し上げますが、実は一年ほど前から、お宅の奥さんとお付き合いをさせていただいています。はあ と常ねおはつぶやいたが、そのことはうすうす気づいていたというニュアンスを込めたつもりである。けれども相手はそのことに反応せず、せいて喋ろうとする。それからもっと正直に言いますが、僕は今、とても金に困っています。実は近いうちに、まとまった金が手に入らないと、今住んでいるところも、仕事の信用も、すべてなくしてしまうことになるのです。 はあ。と再び常ねは言ったが、これには思いっきり軽蔑を込めたつもりだ。だからまやさんにぜひともお金を用立ててほしいんです。これはおかしなことをおっしゃいますね。我ながら何という貫禄に満ちた声だろうかと常ねは思った。男との格の違いを声で表したつもりだ。 こんな男と付き合うユリコをつくづく哀れだと思った。哀れという感情は嫉妬も楽々と押さえつけて自分はまだ本当に妻を愛しているのだと常夫は思った。あなたの今のお話は全くよくわからない。妻があなたと親しくさせていただいていたこととあなたがお金に困っていることが どうやって結びつくんでしょうかな端的に言うと、この写真を買っていただきたいのです。坂田はまるで手品のような素早さで、シャツのポケットから2枚の写真を取り出した。写真をこれほど無造作に扱うことに、まず常夫の強い怒りが湧いた。写真といっても、 こういった写真にありがちなポラロイド写真である。妻のゆり子はブラジャーをつけていたが、下まで大きくずり下げられていたから、ちぶさが丸出しになっていた。年相応に黒ずんだ乳首に記憶があった。最後にゆり子を抱いたのは、一体いつのことだったろうかと、 スネ夫は唐突に考える。写真を見た途端、自分でも意外なほど冷静になった。それは写真の中のユリコが、あっという驚きの表情をしていたせいかもしれぬ。もう一枚のスリップをはだけた写真も同じだった。おそらくこの男は、突然ポラロイドカメラを取り出したのであろう。 妻がもし、共犯めいた笑いでも浮かべていたら、自分はきっと許さなかったに違いない。二千万円で買っていただきたいんです。あれだけの病院を経営していらっしゃるんですから、このくらいの金、どうということはないでしょう坂田はなぜか勝ち誇ったように言う。とんでもありません。 二千万円と言ったら大金です。それに私はあの家の婿養子の立場ですからね。私にそんな力はありませんよ。そんなはずないでしょう。奥様の方に借金をお願いしたら、うちのお金はすべてあなたが管理しているということでした。あなたはもう妻の方にこういう脅しをしているのですね。怒りのあまり、 つねの声が震えた。男と会話を交わすことによって、脅迫ということがやっと現実のものとなったせいだ。しかし、坂田はこのことを否定した。いや、写真を見せたりはしていません。ただ、借金を申し込んだだけです。それだけは絶対にやめてください。彼女をとことん傷つけることになってしまう。 あの誇り高い妻が、この写真のことを知ったら、どれほど苦しむことであろう。もしかすると、自ら命を絶つかもしれない。いや、今のユリコだったら十分に考えられることだ。今、妻は病気なのです。あなただって気づいていたでしょ病気だからこそ、 お前のような男を相手にしたのだ。そうはっきりと口にできたら、どれほど気分が良いだろうかと常夫は思った。しかしそれは危険なことだ。医者として培われた慎重な部分が、こういう男を怒らせてはいけないと指示しているのである。奥さんに見せないためにも、この写真を買ってください。 私はもう、どうにもならないところまで追い詰められているんです。坂田さんは、どういうお仕事をされているんですかグラフィックデザイナーです。よくある話ですが、景気のいい時に株に手を出しました。地道に仕事だけしていれば、こんな恥ずかしいことをしやしません。 グラフィックデザイナーというのがどういうことをするのか、常尾は解目検討がつかない。が、半分水商売のようなものだろうか。人の女房に手をつけ、それをもとに夫を譲するなどというのは、仇の人間だったら思いつくことではない。この写真は、正真正銘2枚だけです。ポラロイドですからネガもありません。 僕はもう奥さんとは会っていませんから、この写真をお渡しすれば、証拠は何も残らないことになります。私は正直なところ、この写真にそれほどの価値があるとは思えませんが、私がもし嫌だと言ったら、あなたはこの写真をどのようにお使いになるつもりなんですかそりゃあ、いろんなやり方がありますよ。 男は実にいやしい笑いをした。闇のせいなのであろう。前歯の下がかなり黒ずんでいて、タバコ嫌いのツネは思わず顔を背けた。ブラックジャーナリズムというところに買ってもらうこともできます。彼らは私なんかと違って本当に悪質ですよ。この写真をチラシにして、 お宅の近所にペタペタ貼るなんてことは朝飯前です。いい加減にしろ勝手に手が動いた。言葉は理性でコントロールすることができたが、体はそうはいかなかった。常は思いっきり強くテーブルを叩いていたのである。アイスジャーが大きな音を立てて、ウイスキーグラスの水面が左右に揺れた。 お前みたいなやつ、警察に突き出していることもできるんだぞ。それでも構いませんよ。でも警察沙汰になったら、マスコミが面白がるでしょうね。僕はそれを心配しているんです。だから、穏便に済ませようとしているんじゃありませんか。結局、つねは2枚のポラロイド写真と引き換えに。 一千万円を坂田の銀行口座に振り込んだ。そのためには、定期を一つ解約しなければならなかった。もちろんユリコには黙っていたのであるが、偶然銀行からの通知を見たらしい。ねえ、一千万、何に使ったの夕食の席でユリコが通ってきた。あ、ちょっとね。 友人に貸してやったんだ。君に黙っていたのは悪かったけれど、学生時代からの大切な友達だからね。ふーん、そうなの。ゆり子はそれ以上関心を示さず、冷たいクリームスープをさじですくった。若いお手伝いが作ったそれは、じゃがいもがよくつぶれていず、歯触りが悪い。 以前は料理が得意で、それを楽しんでいたゆり子であったが、最近は億劫がって、めったに台所に立とうとはしない。長い時間経っていると、めまいがするというのだ。夏のこととて、ゆり子は青い朝のワンピースを着、髪を高く結い上げていた。普段家の中にいるときにも、 ユリコはきちんとしたものを着、化粧をうっすらとしていた。亡くなった彼女の父親が、そういうことにうるさかったらしい。けれども今よく目を凝らしてみると、ユリコの顔はかすかにむくんでいる。このところ通っている、婦人科の薬の副作用らしい。もう少しだ。 もう少しだ。と、常ねは心の中で妻を励ましてみる。お前はあまりにも繊細で優しすぎた。そして他の女よりもはるかに美しかった。だから中年になって起こる様々なものに耐えることができなかったのだ。けれども、 もう少し頑張れば、きっと出口は見えてくる。お前の狂いや悩みも、もう少しなのだと、ツネおは思う。これは全く不思議なことであったが、妻の地帯を撮った写真を見せられても、ツネおは妻を厭うことも憎むこともなかった。それどころか、 妻の秘密を守ってやれたという満足感が日々に強くなっていく。考えてみると、本当におかしな夫婦だったなと、つ夫は老人のように考えることがあるほどだ。ゆり子の父親に見込まれ養子に入ったという他人から見れば打算だらけの結婚であったろう。最初のうち、つ夫は妻を愛することに、 ずっと照れていたものだ。まだ若かったから大病院の一人娘と結婚した自分のことを人がどう見ているか気になって仕方なかった。妻の美しさや育ちの良さが高慢に見えたこともある。おそらくユリ子の父親は気づいていたことであろうが、ユリ子を裏切ったことが何度かある。 若い看護婦に手を出したこともあるし、クラブに勤める女と深い関係になったこともある。が、ゆり子の深い心の底をいつしか覗くようになったとき、傲慢なのは実は自分の方だと常夫は気づいた。自分の頭脳と将来が不当に扱われているとずっと考えていたのではないか、 自分という人間の価値はこんなものではないぞとずっと肩を怒らせていたのではないか。素直になってユリコを見つめると、妻の心の傷がはっきりと浮かび上がってきた。父親の期待にかなう娘になろうとずっと努力してきた少女時代。けれども、両親が本当に愛しているのは兄ではないかという疑問。 そして、大好きな兄に、突然、行かれてしまった衝撃。常男は、恐る恐る、妻に手を伸ばした。すると、ユリ子の方は、それにすがりついてきた。こちらがたじろぐほどの力強さでだ。葛藤の末、 この夫と妻とは、やっと、愛し合うことを始めたのである。そして、ゆり子の父親が死んだ時から、その愛するに、守るということが加わるようになった。亡くなる前に、ゆり子の父は、常男に言ったものだ。 あれの育て方を間違えてしまったのかもしれんな。何の苦労もさせないようにして、君のような素晴らしい伴侶も見つけてやった。けれども人間が全く苦労をせずに生きるなんてことができるわけがないんだ。中年になったら、親の死やいろんなことに直面しなくてはならない。 ユリコがそういうことに耐えられるかどうか、私は本当に心配でたまらない。つねくん、どうかユリコを、守ってやってくれたまえ。そうだ。あの時に、彼の魂が自分に乗り移ったのかもしれないと、つねは思う。 そうでなければ、どうして妻に対して、このような気持ちを抱けるだろう。夫の妻に対する愛情というのは、もっと自分勝手で単純なものだ。自分のような、これだけ深く、慈しみに富んだ愛情は、もしかすると、父親のそれに近いものではないかと、常夫は考えることさえあった。 ユリコ君、あんまり食べていないんじゃないのかちょっと控え気味にしているの。そうでなくても、頬におかしな肉がついて。どうやらユリコは、顎の線が次第に崩れていくことを暗示しているらしい。そんなことを心配するよりも、ちゃんと食べた方がいいよ。だいたい、この頃の君は、 ちょっと元気がないよ、という言葉を常はぐっと飲み込んだ。その原因を自分は知っているからである。それにしても、あんな男でも、ゆり子は恋していたと錯覚していたのであろうか。もし恋というものが今の妻を救う手段であるとするならば、自分はこれからも、 見て見ないふりをすることができると思う。が、もう少し、ましな男という条件がつく。自分にそんな広い心などあるはずはないだろうが、できることならば、これぞと思う男を、妻のために探し出してやりたいとさえ、常夫おは無双し、そんな心を、また異常だと、己で咎めてしまう。 坂田から二度目の電話があったのは、夫婦で伊豆へ小旅行に出かけてすぐの時であった。この間はありがとうございました。おかげさまでとても助かりました。坂田からの電話は穏やかで、常夫は一瞬お礼の電話かと思ったほどである。けれども、困ったことが起きましてね。 何でしょうかいただいたお金でいろいろ借金を整理してみたのですが、あと700万円、どうしても足りないんですよ。怒りというよりも、恐怖が胃の奥からこみ上げてくる。相手を小悪党と踏んでいたのであるが、小悪党は小悪党なりに、うまみを知ったからには食らいついてくるものらしい。 あなたが700万円足りなかろうと、こちらには全く関係ないことですよ。それがですね、実に言いづらいことなんですが、ポラロイド写真がもう一枚出てきたんですよ。貴様病院の自分の部屋だということも忘れて、常夫は大きな声を上げた。貴様卑怯だと思わないのか 一回こちらがいい顔したからって甘く見るないよいつもそっちの脅しに乗ると思うなそれは構いませんが、マヤさん、人間というのは、とことん落ちていくものなんですね。追い詰められると。人間どんなこともするもんだってよくわかりましたよ。それでは二日後。 もう一度ご連絡しますから。と言って電話は切られた。しばらくは体が震えて、常尾は口を聞くことさえできなかった。内戦をかけてきた職員がどうかしましたかと尋ねたほどだ。どうしても、あの男を生かしておくことはできないと。 つねは決心する。あんな人間のクズは生きていても社会の役に立つわけはないであろう。生かしておくことはできない。絶対に。と呟いた後で、つねは愕然とする。生かしておくことはできない。ということは、 殺さなければならないということであろう。仕事柄、死はいつも常男の日常にあった。大きな声では言えぬが、医者という仕事をしていたら、誰でも二度や三度は、命に関わる失敗を犯している。あれも広い意味で言えば、殺人と言えないことはない。けれどもそれと、 自分の手で人を殺めることとなれば話は全く別だ。自分にそんなことができるだろうか。彼は自分に問うてみた。が、考えれば考えるほどそれはたやすいような気がしてくる。病院の薬品庫には何種類かの危険な薬が保管されているが、 それを使えば人間の一人や二人簡単に死なせることが可能だ。けれども問題はその後でそうした薬を手に入れることができる人間というのは限られてくる。病院関係者とすぐに分かってしまうだろう。あんな虫けらのような男のために犯罪者になるのはまっぴらだった。結局、 人が人殺しをしない一番の大きな原因は、殺人者になりたくないためだと常世は思う。殺されて当然の人間はこの世に何人かいる。それと同じ数だけ、殺したい人間とその理由が存在している。それなのにこの世の起き手は、殺人を絶対的に認めない。 これから一生、あの男に、金をむしり取られるのかと、つねおは歯ぎしりする。金だけならいい。あの男に怯え、卑屈に仕える人生が始まるのだ。その時、つねの脳裏に、一人の男が浮かび上がってくる。四年前。 交通事故にあった老人を、委員長の常を自ら執刀した。その前に知り合いの猿国会議員から電話がかかってきて、友人なのでどうしても助けてほしいと言ってきたのだ。かなり難しい容態であったが、手術はうまくいき、老人は助かった。手術当日、廊下に立つ黒服の男たちを見て、 もしかしたらそうかなと思っていたが、老人は日本でも有名な組織の頂点に君臨していた。先生、これは一生の恩に来ます。と言っても、老い先短いが本当に先生のためなら何でもいたしますよ。 老人と爪夫とは妙に気が合って、診察の合間に時々話し込むようになった。先生、先生がもし本当に殺したい人間ができたら、私におっしゃってください。撃ったり首を絞めたり刺したりするのはいけません。あれは素人さんがやむにやまれずすることです。 最初から殺人だと明かしているようなものじゃありませんか。私にやらせてくだすったら、そりゃあ、うまくいたしますよ。<laughs> そんなことができるのかという問いに、老人は軽くうなずいた。人が見ている盛り場で喧嘩を吹っかけます。相手をカットさせて手を出させます。 それからこっちは急所を狙って蹴る。どう見ても、通りすがりのチンピラと喧嘩の末、打ち所が悪くて死んだように見えますよ。四国か九州の若いものを使いますから、いくらビラを巻かれても、犯人はまず見つかりません。それから、先生みたいな偉いお医者さんに、こんなことを言うのは失礼ですが、 と老人は前置きして。世の中には金のために何でもする医者が何人もいますよ。ちょっと細工して、病院に連れ込めば、いくらでも死亡診断書を書いてくれます。とも言った。自分のようなものが先生の周りにいては申し訳ないからと、退院してからは二度と会うこともないが、 毎年結構な中元と聖母を送ってくる。あの老人に頼んでみるのはどうであろうか。自分は全く手を汚さずに、一人の人間をこの世から葬り去ることができるとしたら、それは合理的と言ってもよい。自ら何もしていないのだから、罪の意識に苛まれることもないはずだ。 すネおは何度か受話器に手をかけ、そして話すということを繰り返した。本当に老人に連絡を取ったのは、坂田から催促の電話があった夜のことだ。先生のお役に立てるなんて、こんな嬉しいことはありませんよ。受話器の向こうで、 老人は席を一つした <coughs>。ちょっとお聞きいたしますが、先生はお金を振り込まれたとき、相手の口座に入れたのですね。そうです。銀行の赤坂支店に振り込みました。それはちょっと難しくなりますな。警察がまず調べるのは、 おかしな金が入ってきているかどうかです。よろしい。私がすぐ調べましょう。そして消せるものなら頑張ってみます。とりあえず明日私の事務所でお会いしましょうと老人は電話を切った。こんな経験は初めてであるが、極限までの緊張が去った後、常夫は途端に 快活な気分になったのである。足元の方はガタガタと震えているのに、上半身と口は勝手にはしゃいでいる。ユリコ彼は愛する妻を呼んだ。僕がもし大変な秘密を抱え込んだら、それを君と分け合った方がいいんだろうか。もちろんや。 夫婦ですもの。ゆり子は大きな目をしわたいてみせた。よし、約束しよう。僕も君の秘密を受け持つ。だから君も半分抱えてくれ。これは二人で一生抱えていかなきゃいけないんだ。<laughs> そんな大きな秘密って素敵ね。なんかワクワクしてくるわ。そうだとも。 スネ夫は妻を抱きしめた。まだ手にしていない秘密が、彼を大層高まらせていたのである。彼の人生で、初めて、そして最大の、この上なく、大きな秘密。それがやってくるとは、 まだ信じられない。秘密の重みは自分をどう変えるのだろうか後悔に苛まれるのだろうかそれとも忘れようと努力するのかいずれにしても彼は半分妻に背負わせるつもりでいる。それと引き換えに 妻は低粛さを担うに違いない。今彼は秘密の濃さに酔っている。それは初めて味わう快楽であった。ねっとりと心にまとわりつく粘土の強い快楽であった。 選び抜かれたとっておきの名作朗読文芸集「文芸」「ホラー」「スリラー」「サイコサスペンス」人生に潜むミステリアスな空間の数々おすすめはこちらよろしかったらチャンネル登録ボタンを押してください。